入っていきましょう。憩いの広場的な、感じでございます。あ、なるほど。というわけでやってきました、徳島市 徳島県の阿波市かな、まあね、この辺結構ねコインスナックっていうかね、こういうところが多いんですよね。なんで多いのかなとかいろいろ思ったんですけども、この四国88カ所の関係でやはりこういう休憩スポット的な、ドライブインイートインスペースがあるみたいですね。このずっと向こう行ったら、先行ったら、コインスナック5所ってのがあるんですよね。その5所から、ずっと右に13キロぐらい愛媛方面に進んでも、なんかそのコインスナックっていうのがあります。ちょっとね、ここはそんなに、自動販売機だけなんですけども、稼働してない、懐かしの自動販売機あったりしてるので、ちょっとね、買ったりはしないですけど、様子だけ雰囲気だけでもね味わっていただけたらということで今日お送りいたします。これは、甘酒売ってますね。つぶつぶたっぷり、贅沢みかん160円、ちょっと高いですけど初めて見ました。ゆっくり見ていきましょう。もうね、普通の自販機並んでます。どこでもあるやつですね。で、その奥に懐かしの自販機があります。もう動いてないですね、どう見ても。昔はねいろいろあったんでしょうね。フード系の、自販機とかいろいろあったと思います。もうこちらも動いてません。こちらも稼働してません。で、おそらくここにもまた何かあったんでしょうね。ピロピロさんっていうところです。コインスナックピロピロさんっていう名前らしいですよ。で、このライトがいいですね。で、ちょっと中入っていきましょう。フードの自販機とかないんですけど、こういう、イートインのスペースがあります。これは本当に昔食べる自販機があったということを意味してるのかな。ちょっと入っていきましょう。憩いの広場的な、感じでございます。
ほど。やはりあの四国88箇所のねガイドマップが置いてありますね。まあ、そういうことなんですよね。英語で書かれてます、このお遍路巡りのための、まあ休憩スポットですね。だからまあこの四国地方ですね、まあ結構ねまだうどんの自販機とかが残ってたりするんですよね。いろいろなんか自販機が残ってて、まあそのお遍路さんがお遍路巡りの関係でやはりまだ残ってたり、まあその台数が多分四国には多かったからまだ比較的生き残ってるやつが多いっていうわけなんですかね。そういうお遍路さんあってのコインスナックというこのエリアなんですよね。もう今日本当に大したあれじゃないですけども、ちょっとなんかそのこのご当地あるある的なことをねちょっと理解いただけたらなと思います。まあ、岡山とかもねなんか本当に他の県とかもそうなんですけど、多分お遍路さんとかねまた別の意味合いでね利用する、ドライブインとかこういうコインスナックだと思うんですけどね、こちらではもうお遍路さんのためにあるということですよね。いうわけで今日はこんな感じでお届けいたしました。ちょっと最後にスーッと撮影して終わります。というわけでね、ありがとうございました。またね、香川編、香川編じゃないよ、四国編のね、いろいろなストーリー上げていこうかなと思います。というわけで今日はありがとうございました。それでは失礼いたします。スピチューブインスタグラム始めました。お得な情報プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。皆さんご視聴ありがとうございます。今回ご紹介するのは村版スピチューブですね。こちら編集してない動画や上げにくい動画はこちらでアップしておりますので、ぜひ検索してみてください。村版スピチューブで出てきます。ぜひよろしくお願いします。